ヤン・マツラ・ヤン・マトラは、チェコ共和国、南ボーヘミア州、チェスキー・クルムロフ出身のスキージャンプ選手。2001年までは、ノルディック複合選手として活動していた。マトラはノルディック複合選手として、キャリアをスタートし、17歳で出場した1997年、ノルディックスキー世界選手権では、団体4位となった。1998年長野オリンピックでは、 個人35位、団体8位、1999年1月3日のワールドカップ個人戦で自己最高位の9位となった。1999年、ノルディックスキー世界選手権では、個人軍打戦34位、個人スプリント49位に終わった。1997年、ノルディックスキー世界選手権には、準ジャンプにも出場。 39位となっていたが2000から2001シーズンから本格的に準ジャンプへ転向した。準ジャンプに転向後はあまり目立った活躍はなく、総合では2005から2006シーズンの34位、個人戦では2011年1月16日に札幌で4位となったのが最高位だったが、2012から2013シーズンは好調で1月19日の札幌で、 スキージャンプワールドカップ初優勝を飾ると翌日も勝利を挙げた。32歳11ヶ月で初優勝はワールドカップ史上最年長記録で全体としても歴代3位となる年長優勝者となった。ありがとうございます。